アンディさん、はい、お時もちょっと今回は柏倉さんのちょっとまあちょっと正直いかついじゃないですか。モイレスにバンバン入ってて暴力柔術っていう、まだ組みちゃうの勝手に名前つけてんの。いや、だって言ってましたね、暴力柔術、俺は暴力柔術。ちょっとお酒飲んでますか。俺10杯飲んでます。す、早いな。早いっすね。いっぱい飲んだらペロペロ。柏さんでもどんな方なんですか。柏倉さんは、はい、もうあの世界中を転々とした暴力家。暴力家やっぱり暴力イメージ変わらないですよ、ね、でも真面目な暴力家。一番やばいですね。だから今そのご飯の方も手伝ってもらってるんやけど、はいはい、お世話になってる人に、はい、あお客さん知り合いかな、はい、あの知り合いが、アンディ君ご飯頑張ってるやん、これよかったらって堂島のほう、堂島のほう、堂島のほうやって、ほんで俺は甘いものとかダイエット中で立ってるから、はいはい、高橋村さん堂島のほうっていうのもらったんです、食べます、有名、堂島のほう知ってる、食べますか。俺全部食ったことないですから。一回も食べたことない。なるほど。で、また、いや、その防犯の業務中やから、うん、物も食べたらあかんし、で、北新地のその通りのアンディさん、これどうしましょうかねって言うから、あ、それそこの、あの植え込みのとこ置いてたらいいんじゃないですか。草むら草むら草むらじゃない草むらけど、まあ、一旦石碑の後ろぐらいの、まあ、石碑の後ろ、まあまあ、要は、あの空き地の草むらみたいなの空き地の、その、いや、北新地通りのいうて消防のなんかパイプとか、うん、消防消火栓とか、うん、その置いてあるそこの横、うん、あの言うたら車止めみたいなポールの横にポンと置いてる、はいはい、でちょっとその、ビルの下のそのでっかいゴミ箱みたいなとこ置いてあったりとか、はいはいはい、自転車とかあって物隠しになるから、はいはいはい、パッと見て分からへんからそこ置いとったらいいんじゃないますか、はい、置いてると、まあ、全部今日のパトロール業、防犯業終わりました。はい。柏さん、よかったら今日、堂島の食べたまた感想くださいよって言ったら、はい、アンディさん、ないんですよ。いや、そらな、普通考えたら、まあ、道端やから、なくなるやん。でも言うても草むらでしょって言うたら。草むらじゃないけど、でも、パッと見てな。一回も食ったことない。パッと見て、もう出たへんよ。ほんとな、すごい、そこはな、あの、堂島の食べたことないし、ちょうど体作りしてて甘いもん立ってる時期で、今日から解禁っていう時期。ああ、一番欲してる時期ね。そうそう、甘いもん食べたいわと思って堂島ロール、はい、よく、いやータイミングよく、そう、ちょうどの時に堂島ロールとか食べますって言ったら、いやー、アンディさん、僕、堂島ロール、よくメディアで見てたんですよ。食べたいと思ってたんですよ。はい、言ってて、あ、それやったらよかったっすわ。日本あるんで、日本ともどうぞ。いいんですか。いや、僕、こんな1本ぐらいペロッと食べちゃいますよ。はい、まあ、1本こんなでっかいの。食べちゃいますよ。日本とも甘いんですか。なんで、あ、そうやったら、2袋どうぞとか。はい、いいんですか置いてて、まあ、そこから1時間ちょいぐらいしたら置いてたのないねん、うん、ほんでほんでめっちゃ落ち込んでほんまにマジガチですか、ね、いやー言うたのに でもあるあるそれ周りにまたいっぱい僕の同士がロールってそうほんでほんでいや柏倉どうしますいやちょっと探しますわって言って趣味めっちゃ長いじゃないそうみんな防犯の部隊10人ぐらい全員で探し回ってればないねんほんで一応みんな探すけどもうええやんって感じやんまた帰ったらええやんってだけどここもしつこいねしつこいじゃなくてストイックやから真面目だね真面目やからずっと探してすいませんどうのこうの、はい、そこらに立って通行人とか怖すぎるそこらの仕事お店の人なり、はい、軒先の人なり、はい、すいませんここにあったらこんなとおじまろるおじまろるなんておじまろるなんてもうあの普通にあれでもしためちゃめちゃ怖いですよ。どうしましょう。探偵しだし。何でも元から。そうなんですよ。理由分かんないじゃないですか。怖いですけ
ないですよ。あそこにあった道場を知りませんか。もうほんまに知らして、ほんで結局俺らはもう車のとこ、帰り道、帰りたいなの車のとこおったら電話、あ、もしもし、ありました、ドジバロール結局ないはずやなと思って、ほんなら、はい、ないけど情報はつかみましたえ、どういう情報ですか。いや、なんかね、いや、北新地で中国人の、あの商売してる人とかいて、ほんなら中国の掴んだ情報では中国の女の人が持って行ったっていう話なんですよ。で、はい、どっからその情報得たんですか。それ誰から出たの。持って行った。ほんで今から中国人の、方のやっているお店を全部調べつつ。おい、中国引き出しにて今だけが中国の人の店出してるから、ね、そこらも全部調べつぶしで、すいません、あのニーハオを出て、ドジバロール。俺そんなね、あの、多分マジで生きていく中で、ドジバロール知りませんかって声かけたら絶対ない。絶対ないですよ。俺、いや、俺間違えてました。俺言ったのはニーハオ、ニーハオマーって言いました。ニーハオマーね。まあ、あの、こんにちは、あの、敬語じゃない。あ、敬語ニーハオマー。そうそう、そうそう、そう、そう、笑い方、俺、ニーハオ、ニーハオマーって喋ったんで。あ、みんないろんな中国の中国人の人らにも笑いがヤクザめっちゃ怖すぎる。どうしようロールないですか、わはは。結局見つかれへん、ちゃんとわははって言ってるもん。結局見つかれへんかって、いまだに道島ロールは食べてない。いまだにそれで。じゃあ今度橋川さんは一緒に道島ロールを買いに行く。それ俺の回やりましょうか。俺実は一回も食ったことないです。でも道島ロールに、道島ロールやっぱ夢はあるわけですね。それだけ、あの、めちゃめちゃ甘いも好きだから、実はで、うわ、今日本当食えんだなと思って、やっとマジでマジでやっとマジで本当に今多少客足されたけど、マジで食えるんだなと思って、あのショックったらあれじゃないですか。ないっすよ。ないっすよ。まあ、ここまで来ましたからね。マジで。うわうわ。実はね、橋村さん、今日、その、ドジマロールがありません。このドアの向こうに、来てくれてます。あるから。限りなく近いから。シンスキー。実はね、今ね、来てくれてます。俺、ドジマロール、マジで。いや、夢じゃないか。食いたくて食いたくて、もうやってんじゃん、今度初めての道島ロール。今回は、消えた道島ロールだ。次回初めての道島ロール。なんか中国人のおばちゃんが持って行ったとか言って。それでも誰から聞いたんですか。なんかそこら辺の立ってるおっちゃんから聞いて。そのおっちゃんが犯人かもしれない。実はあ、でもスカシッペも、はい、初めになんか臭ないって言うと犯人やもんな。そうですか。大体第一発見者が犯人やから。そう、おっちゃんがなんか言って、修二が一生懸命やってくれて、ね、俺食いたいじゃないですか、道場のどう考えても。どうも。まあ、でも柏さん真面目なんですね。真面目。諦めきれない。ストイック。そっから、そっからだって48時間探し。いや、どんな何回寝ましたか、今まで。もう柏さんやってくださいよ。ストイック。48が最初。もう嘘かほんまか分かんないから。ストイックストイックストイック。俺ら2日間探し回ってんから。次の日は朝かったわ。いや、あれでもそれちなみに夜は売ってない。それちなみに夜は売ってないですか。夜は売ってない。ああ、でもあのもらいもんのただおごりの道島ロールと自分でお金買う道島ロールはお前全然違う。じゃあ甘いもんなんで。じゃあ今度僕あの企画でプレゼントしますか。わお。いや、やっぱ甘いもんって別格じゃないですか。やっぱ酒とか食い物と違って。でも40分以上下がった。食ったらでも食われますよ。48時間も下がった。糖分取れる。探してないから疲れた。さすがにね。抜かれますよ、大丈夫。甘いもんなんで。まあそういうだから結構可愛い一面も。あれ、ないんすか。いやしいじゃん。
冷やし の、はい、冷やしの彼は逆に怖いですね。怖いから。これ2回目なんですけど、マジで1回目もうマジで爆笑したんです。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。ドジョルル、マジで、あれ、でも、本当にショックだったんで、マジで。でも、道島の社長から、あれですよね、あの試合優勝したら、もう、あの、ドジョルル、100本って言われてますけど、結果は3位。3位、でも、俺、でも、あの出身は勝ったんで、マジですね。1試合目は、あのアジア王者にあの2分で勝って、で、あの2試合目がその、あの、まあ、出身は勝ちだったけど、連盟の会長の、すいません、ね、話長なんでお帰り持ってきてください。あのハイボール、ハイボールロックで、すいません、ハイボールをしてください。まあ、あの結論から言うと、判定でその出身勝ちだったけど、あ、ほんならみんなでお金出し合って、ドジマロールをプレゼントしますわ。いや、みんな100円ずつ出しちゃって、いや、俺も同時物ぐらい買うから。同時物ぐらい安いね、1000円だよ。笑いが積もるわ、笑いが積もるわ。同時物ぐらいプレゼントしよう、みんなな。俺も同時物ぐらいは、その入るんだけど、でも甘いもんって違うじゃないですか、なんかタイミングで。今度今パッて僕も考えてて、あのプレゼントする企画で食べれる前にあのみんなで踏んだりとかした。もうめちゃくちゃ怒るっすよ。怒るっすよ。締められてまうから。まあ、YouTuber なんだよ。甘いもんってやっぱ違うじゃないですか、ちょっと設定が全然。なんかそういうタイミングでもらうからめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。でもどんどんあの堂島ロールのちょっと期待値だけ上がってますね。全然一回も食ったことない。わかんねえ。全然わかんねえ。本当に逆にまずいかもしれない。まあそうですね。逆に食ってない。ここまで遠くまで一回も食ってないから。ここまで期待してしまったら。ここまで本当にもう。じゃあ、 あの今度柏川さんとの企画で、柏川さんに勝ったら100万円企画やるじゃないですか。はいはいはい。全国ナオドローを集めてあのやりましょうと、はい、いう話してるんですけど、あの。それ参加者にはじゃあどうしてもらう10個ぐらいもお届けします。あエントリー料、エントリー料、ね、もうどうしてもらう10個は食えないから。いや1人10個なんで、5人参加して50個どうしてもらうから協賛いきますよ。どうしてもらうから広告、はい、ごめんっす。いや、あの目の前にあって食えないってまあまあきついですよ。あんな目の前なかった。まず道端で起こるのが絶対マジでしょ。いや、見たらこれだから。見てたらこれだから。これだから。ご飯の預けても鳥人のままあ、お前ね、今やったの、今やったね。あの時基地がなかったから、道端が基地やったから。いや、ま、あの本当に甘いもんって結構嬉しいやつだ。あの、まあ、会議面で余計ない。そうなんです。そう、まあ、そうやってね、今日はチートデーなんでめちゃくちゃ楽しみっすわーって言って。あんまり聞いてるなら思ってないもんね。それでそうなの。チートデー姉妹だ。俺マジで真顔でしたからね。10日に1日ぐらいの10日に1回のチートデー。あー、今日は僕も何でも食べてチートデーなんでー言ってて、でもそんなあるんですね。遠回りから食べるか決めてね。ストイックだから。ストイックですね。ストイックで静かだからもうずっと。やばい。やばい。風呂見てゴリゴリや。まあもうやばい。体やばいです。やばい。いや、これだってあの軽く寝技みたいな。あ、そうなんですか。やばいです。引く力やばい。やばい。やばい。すごい。ショックも強い。いや。あのポテンシャル高いから、はい、鍛えたら。ちょっと今も鍛えてるけど、その格闘技的に、はい、あのしっかり鍛えたら。多分めちゃめちゃポジション、めちゃめちゃちょっといろいろ教えていただきたいなと。で、おじきはもすごい打撃で、やっぱ昔試合とか出る前は練習とかあのいろいろ教えていただいたんで、はいはいはい、またちょっと来年からちょっと練習したいと思うんで。おじなんちゃん教えるわ。ほらおじなんちゃんミット大丈夫だ。おじが大きくそれやったか。それやったか。リュウジ俺と初めて出会ってみた。はい、うん、梅田かどっかで
ポールケット。はいはい。やばい人、あまりに俺やな。えぇー。おじが蹴ってそうなんですよ。おじポール。え、店の前のポール曲がっていった。あ、そうや、そうや、そうや。見たっす、見たっす。え、まだ曲がったまま来たっすね。あれな、あの顔で下固めるんですよ、道路。えぇー。血が来て。そうそう、あの店の目の前のポールがいがんでるから、もう無理つけてもらう。やばいっすね、それ。距離感とか。距離感とか。喧嘩ミット。もう曲がらんだから。あ、そうなんですか。固まってるから。あ、そうなんです。悪くなると思う。今日はちょっと、かしかさん、そんな面白いエピソード聞かせていただきました。そうですね。じゃあ、次回、じゃあ、かしかさんのチャンネルでも、僕のチャンネルでもいいんで、ロジモロール買いに行く企画を。そう、あの北新地の多分もしかしたら防犯やって、はい、で、はい、防犯の時にあのロールじゃ僕の時に買ってください。よし、僕のとこ出して、じゃあさっきどうかカットして防犯中はどうか隠して、あ、その人が探偵で見つけるとか、その人が堂島探偵やろ。堂島探偵置いといて GPS みたいな。どこにあるか隠すっていう。なるほど、堂島探偵探せるかどうか、どこから本気で探すの、俺検証してみた。俺でも結局一回も食ったことないんだよ。でも確かこれもしかしたら堂島の人だと思われるかもしれないです。これ堂島ロールの人だと。あ、もし教えてどこに手紙持って次どこ行ってる。それやばいですね。迷いやったからなんですよ。 BS ね、 BS さんが食うてるっすね。 BS でも結局堂島じゃなくて北新地の試合を守りに行ってんのに、北新地で堂島に隠れてますね。そうですね。それだけね、防犯違う方に、ね、防犯の消化しないですよ。あの俺はパクリの方で、あのめっちゃ守る。いや、楽しかったですね、今日も。そうですね、面白いですね。まだこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。